ザ！こんにちは！さあ、今回はですね、はい、プロ野球、契約更改が、ほぼほぼですね、出揃いました。なので、それをちょっと振り返っていきたいなと。なるほど、江高さんが次を行く、朝廷に持ち込んだ人はいるのかと。そういう。確かに。でも、あれ以外いるよな、何人か。います、いますよな。はい、何人か。朝廷行っちゃったな。行っちゃいますね。でも、あの時の年俸はさ、俺9000円いくらだったんだけど、3割打ったんだよ。はい。ダウンって言われたからね。ショックでさ、立ち直れないよ。めちゃくちゃっすね。立っちゃうよ、じゃあ、まあまあまあ、今の、すみません、まず中日ドラゴンズ。はい。松坂大輔選手。はい。まあ、ここはもう抑えとかないといけないんだよね。完爆賞ですか。はい。6500万アップということで。8000万ですね。嬉しいね。元がだから、1500万。1500万ですね。はい。すごいっすよ。いや、これは松坂効果って絶対あるよ。いや、ほんとそうっすね。いや、もう存在価値が違うもん。はい。だからそういう意味では、当然な金額だと思う。うん。いや、プロってさ、まあ成績もそうだけども、やっぱ人気だとか、そういうことも含めて、まあグッズの売れ行きなんか相当上がったんじゃない？すごかったらしいですよ。お客さんも見に来るし。はい。だからそういった意味では、松坂なんか当然だし、うん。もっと上げてもいいんだよね。そうですね。もう来年以降また中日も盛り上がるんですか。いやー、ネオ君もね、入ったんで、楽しみですね。楽しみです。行きたいですね、名古屋に。どうしましょうかね、じゃあ。そうですね。ここから、バムDNAベイスターズ。宮崎敏郎選手。お8000万アップでございます。で、いくら？1億6000万ですね。まあ、だから2倍なこともない数字。すみません、ちょっともう、億単位から上は分かんないですよ。分かんない。半端ない、もう数字。倍上がったってこと？倍、ほんと綺麗に倍ですわ。いや、はい。羨ましいよな、今。本当ですか？いや、俺が3割3分3厘打って、ホームランが12本、で、盗塁が40盗塁が20本、打点が60何本、なかったで、いくら上がったと。え、その時ですか。7000万ぐらいですか。アップ。お前、2400万だよ。え、マジっすか。って言われるぐらい。2400万。少なって思います。多いでもしょうがない。まあ、時代もあるんですかね。夢があるよな。夢ありますよね。8000万アップだ。いやー、球団もすごい盛り上がってますからね。すごい DeNA になって出すようになったね。あ、やっぱりそうっすか。ただし厳しいよ、やんなかったら落とす。そのここら辺のメディアがはっきりしてる。そしてね、もう菰田さんがやっぱこの選手ちょっともう言っといた方がいいかなと思いまして、言われたんですよ、営業先でも言われましたね。この選手取り上げてくださいって。愛工大名電と言った。東選手ですよ。東取り上げてないけど金のことだけ。いや、だからそれだけ人気があるってことですね。なるほど。今ね、 DeNA も今をときめく投手ですから、新人を取りまして、4050万アップの5550万と。すごい。もう2年目ですからね。2年、どうして2年目でこの5000万ってのはどうですか。いや、ちょい1年で上げたんでしょ。はい、新人王と。そうですよ。いや、だけど昔は考えられなかったんだよ。おまあ、昔の話を言うとさ、はい、やっぱこう比較対象がないとつまんないでしょ、話で。はい、あ、よかったねだけじゃつまんないから、うん、いや、昔は1年目っていくら活躍してもあんまり上がる傾向にはなかったんだよ、どの球団も。はい、やっぱ1年目で実績がないっていうことで、じゃあ2年3年やったら上げてやるっていうふうな感じだったんだけど、今はもう成績に対して正直に数字を出してくれるね。まあこれでも抑え気味なら4050万。おそうだね、4050万。この50万っていうのがよく分かんない。何なんですかね、これ。何これ50万。これはバナナですかね。バナナの本数。あ、バナナ買えちゃうな、1年後なら50万でな。で、東投手行ったらバナナですから。俺お前年俸交渉さ結構したんだよ、まだ下交渉がない時代で。で、なんかこう中途半端な数字があるじゃん、こうやって50万とか。でも最後の方はさ、駆け引きで、いや、この数字が嫌だと。なるほど。それをこれに変えてくれないかと。この端数が邪魔だと。例えば4だと、いや、これ4は、いや、もうきっちり行きましょうよとかさ。だからこの50万が綺麗になるから、4100万でいいじゃないかと。なるほど、なるほど、なるほど。そしたらバナナもあのコンビニで1本100いくらっていうのがあるんだな。はいはい。ありますね。あれは大量に買う。いや、もうとんでもない数買いますもん。それで買わなくて1本ずつ買う。そして、はい。まあ FA ですね。もう読売巨人軍ですかね、来年から。はい。丸選手。お。
これもう2億4000万アップ、アップって言っていいんですかね。まあまあ、はい、まあ年俸が、来年から、来年4億5000万円してるんですね。何に使うんだよ。まるはもう東京に家を買ったっていう話。おお、マジっすか。まだこれは噂の段階だよ。これは。もう、なんか前から買ったっていう。なんか急遽決まってたんじゃないか。これは噂のレベル。噂ですね。噂のレベル。早いですね、情報が。でも子供はもう FA 宣言にして移籍の前にお別れ会やっちゃったみたいな。あらあら、これは噂ですよね。噂ね、噂ね。いや、これは本当。え、これは本当ですよ。これはね、なんか、なんかの筋で、はい、なんかその丸の奥さんとその子、はい、フリーアナウンサーがなんか友達で、おお、そういう噂を聞きつけたらしい。はい。だから信憑性が高い。これは信憑性が高い。まあでももう決まってるからいいじゃん。そうですね。まあ、ね、まあ、はい。で、まあちょっとその下になるんですけどね。うん、巨人になるんですよね。来年。うん、来年から。はい、中島選手。はい。2億元ということで。もともと3億5000万。3億5000万から1億5000万になると。十分じゃないかと思いますけど、なんか一応5000万と。でも、はい、来年は税金のために働く感じだと。なるほど、なるほど。そうです、そうです、そうです。それがあるんですよね、結局。だから、来年1年は頑張らないと、ただ働き、はい。っていう風な感じになるんだよ。だから、年俸だけが、あの、クローズアップされてるけど、はい、やっぱ2億下げられて、1億5000万でしょ、はい、収入に、うん、なっちゃったんでしょ、はい、これはやっぱこう税金払うのきつくなってくる。まあ蓄えがあるからね、まあいいけど、まあまあでもまだ中地はすごくできる選手だと思う。俺はまだもできると。ちょっとね、練習が緩かったんじゃないかなと。もう一度鍛え直したら、うん、ポテンシャルが高い選手だし、体もそんなにへばってないと思うんだよね。うん、ただちょっとこう太ってるかなっていう感じだから、だからもう少し気をつけると良くなると思う。まあ、ちょっとみんなね、言っちゃうとキリがありませんので、あ、じゃあちょっとヤクルト行きましょうか、うん、ヤクルトも、はいはいはい、はい、立山選手、はい、7400万、ダウンということで、うん、2400万になると。去年では1試合かそこらしか投げてないの。そうなんですよね。まあ、怪我があるとはいえさ、俺ヤクルトは面倒見がいいと思うよ。おう、だってずーっと立山の姿見てないでしょ。見てないですね。見てないでしょ。まあ FA で何年契約っていうのがあったからよかったけど、うん、いやまだ金を払って契約してもらってるっていうのがさ、うん、やっぱ一気に感じないと、うん、やっぱりヤクルトっていうのは本当はあったかい球団だと思いますよ、うん、いやこの現場っていうのは当たり前だもん。そうですね。だって中地なんかやってんだよ結構、はいね、はい、中でなんかやってて2億3億何もやらなくて、まあ、何もやらなくて、そうしょうがない、なかなか見なかったですけどね。これはしょうがないよ。はい、いろいろ出ましたけども、はい、いかがでしたか、セ・リーグのこの契約公開、豊さんの見解。いや、まず、はい、人の懐に興味はないそのプロ野球という、はい、ね、その存在が外部からどう見られてるか、うん、まあ夢のある数字を残してくれてるよ。そうですね、うん、だからそういう意味ではやっぱこう野球選手になりたいだとか、はい、今なんかこう子供のなりたい職業ナンバーワンは YouTuber とかさ、うん、いろいろあるじゃない、はい、今なんだっけ、今なんなんですかね、なんですかね、なんで YouTuber、 まあ YouTuber は上野球選手よりも YouTuber の方がなりたいとかいうことでしょ、ね、はい、そういうことを考えるとやっぱこういうなんかもういろいろこう上がった人の話をしたけど、はい、まあ、夢は残されてるよね、うんうん、だから俺今考えると昔は金あったんだって思ってね何なんだろうと思って、今これからじゃないですか、だからまた勝ちましょうよ、から1億円プレイヤー目指しましょうよ。間違いないね、 YouTuber で。ああ、それ言えてるわ。それはもうそのために1億円プレイヤーって俺が単独でか。はい、そうですね。お前らに分けないやって。そうですね、やった上で1億円プレイヤーになります。日本くらい、まあ、円マーク映ってるから、ね、そしたら俺いくらなんでパーセンテージで逆算してもらって頑張ってもらって頑張ろうな。はい、頑張りましょう、はい、僕らも。ありがとうございます。まあ、今回もセリーグということで、はい、次はパリーグだな。次はパリーグ編。はい、ありがとうございました。